はい、こんにちは。ちょっと待ってくださいね。今これ声聞こえてますかね？ちょっとマイクを変えますね。もしかしたら音声が悪いかもしれないので、マイクを変えますが、少々お待ちください。聞こえてますか？綺麗に聞こえてますか？大丈夫かな？マイク音声デバイス。はい。聞こえてますかね？なんか問題があったら遠慮なく言ってくださいね。はい、ありがとうございます。では、始めます。今日はですね、前回と引き続き、Z ブラシコアから、ありがとうございます。Z ブラシコアから、Z ブラシへアップグレードした向けなんですね。ある程度そういう趣でやります。で、あくまでも入門者向けっていうことなので、その辺はよろしくお願いしますね。ちょっと気楽に行きましょうか。で、今こう画像が見えてると思うんですけども、この左上あたりに画像が見えてると思います。こんなものを作っていこうかなと思ってます。それで、顔とかね、体とか作っていくんですけれども、どこまでね、正直言って無印になったって言っても、そんなに無理して、ワークフローを、その日からね、ガラッと変える必要はないんですけども、今日は、参考までに、結構大きく、違うやり方もある方法、流れでいきますね。途中まではね、そんなに変わんないと思いますよ。で、前回ご覧になってない方いますでしょうかね。結構たくさんいると思うんですけども、コアからアップグレードした人、気をつけなきゃいけないことがいくつかあるんで、前回のね、放送の前半とか序盤だけでも見てほしいんですけども、ドローサイズがね、ダイナミックとかダイナミックじゃないとかっていうかなりね、大きい違いがありますので、そこは注意してくださいね。ここダイナミックオンオフみたいな部分は、コアと大きく違う。大きく違って、結構、知らないで使い続けると戸惑う部分なので、その辺は押さえておいてください。今回は、解説しませんけどね。では行きましょうか。まずね、顔から行きますよ。これは、ただの球体。球体から、ガシガシ顔を作っていきます。インターフェースは、あえて初期のものにしてます。けどね、今回はね、料理教室みたいに、で、こうなりますみたいな用意してありますから、時間内にいけるんじゃないかなと思うんですね。ムーブツールで、ぐいぐいと、初めは、大まかな顔の形を作っていくと。この辺はね、もう皆さん慣れてるのかなと思うんですけどね。で、マテリアルはお好みでいいと思うんですけども、より陰影がわかりやすいのはこの辺かなと。メタキャップレッドっていうんですかね、この辺。実は僕はあんまりこれ使わないんですけども、そもそも、イニシエの Z ブラシからこれあるマテリアルで、陰影がわかりやすいとは言われますよね。そんな感じでちょっとこれを使っています。で、それである程度の形まで、ぐいぐいっと、形状が整ってきたら、整ってきたら、最初はなんてことない話から入ってきますからね。最後までなんてことない話で終わるかもしれないですけど、その辺はご容赦を。で、今、前回やった、スカルプトリスモードは使っていません。無理に、使う必要もないので、必要な時だけ使います。結構ね、こう、ポリッシュとかでグイッと削っていくみたいな。で、あるいは、もうより、トリムダイナミックなんかで、こう、よりグイグイ削れていくんで、これで、可愛い顔だろうが、リアルな顔だろうが、これでもう思いっきり削れるみたいなブラシがあるので、それである程度こう、まさに彫刻ですよね。やっていくみたいな。
この辺はもうね、全然、コアと、さほど変わらないとか、全然変わんないような話でやっていくと。で、こう、まあ、どんどん進めていって、まあ、大体こんな程度まで作っちゃうんですね。で、あんまりこう悩まずに、あんまりやりすぎずに、まあ、こんぐらいでいいかな、とまでいくと。で、こっからもっと、さらにね、例えば、クレビルドアップでも、スタンダードでもいいんですけども、スタンダードとかで、こう、鼻を描いたりとか、こう、口を作ったりってことでもいいんですけども、今回は、ここから、ローポリゴンに持ってきます。少ない面にしちゃいます。その方が顔の形状を整えやすいので、そっちにも、行っちゃいますね。で、どうするかというと、結局ね、ブラシさばき、ムーブとか、スタンダードの、まあ、いろんなブラシで顔をこう、どんどんこう作り込むっていうのもいいんですけども、やっぱりね、難易度は高いんですね。ムラなく綺麗にこう、作っていくっていうことにおいては、少し難しい。まあ、やってってもいいんですけども、もう少しこう、簡便に、綺麗に、形状を整えるために、これを、こんだけこう、高いメッシュを、高い高密度のメッシュを少ないポリゴンにしちゃうと。それはまあ前回も確か触れましたよね。ジオメトリにある Z リメッシャーで、ローポリゴン化します。左右対称になっていることが条件。まあ、非対称でも発動はしますけども、微妙に違っちゃうと困るので、左右対称にして、目標ポリゴン数は僕の場合はもう最低にしちゃいますね。まあ、今回は、かなりデフォルメキャラですかね。これね、すごいいい質問で、No, Z brush, 無印、OK? 早いうちからローポリがおすすめっていうのは非常にいい質問で、一概に言えないんですね。やっぱりね、ある程度作り込んでからやりたい人もいるし、もう完全にもう、例えばね、他のポリゴン系モデリングツールだと、もうそもそもいきなりローポリゴンからやるんですよ。もうこの段階がないっていうやり方もあるので、これもね、断言しちゃうと怒られちゃうんで断言できないんですけども、そこは、いろんな人の参考にしていくしかないんだけれども、今から見る解説見とくと、ああ、そういう理由でここで止めたのかっていうのがわかると思います。はい、スタンダード Z ブラシですね。スタンダード Z ブラシ。と、で、Z リメッシャー 0.1 にして、かけると。で、そうすると、せっせと作業が開始されます。はい。こればっかりはね、生放送なんで、この計算時間は、カットできないんですね。なんか楽しい話で繋げればいいんですけどね。うちのスペックがバレちゃう。まあ、Mac でやってます。毎回、普段は Windows でやってるんだけども、放送の時は Mac でやってます。で、こんな感じになりました。で、これだとね、いじりやすいんですね。いろいろ形、大まかな形状変更を整えやすいんですね。で、例えば、また前回の若干繰り返しになるんですけども、これで気に食わないなと思ったら、要はね、Z ブラシ君の、面の取り方が気に入らないっていう場合は、ブラシメニューの、Z リメッシャーガイドで、ガイドをつけていくわけですね。あ、嘘。スタンダードになったままだった。Z リメッシャーガイド。うん。で、これで、こんばんは。これで、ガイドを引いてやると。こう、ガイドを引いてやると、Z ブラシが Z リメッシュするときに、要は面の貼り直しをするときに、ある程度それを、に沿ってやってくれるんですね。で、これで結果をまた見てみましょう。これも徹底しての、残し、ね、用意しときゃいいんですけどね、結果を。そこまでは準備できないと。結構、今日見てくださってる皆さんは、あれですかね、基本的に入門者ですよね。Z ブラシコア、まだコアだよって人もいると思うんですよ。ありがとうございます。参考書ありがとうございます。見ていただいて。嬉しいですね。
ちょっと時間かかりますね。で、こんな風になりました。で、さっきと違うの、さっきね、ここにね、三角のぐちゃっとしたポリゴンができちゃ、ね、流れができちゃってたのが、見事なくなってますよね。このガイドによって、まあ分かって、お前はそんな風にやりたかったんだなと、分かってくれたわけですね。で、ここまで、整えたら、このローポリゴンをもとに、さらに形状を詰めていくってことになります。ちょっとせっせとやっていきますね。昨日までこうだった。あ、おめでとうございます。ついにアップグレードしたんですね。無事アップデートされたんですね。楽しみですよね。機能のね、数がたくさん違う。でも、こう、僕からのアドバイスとしては、まあ、無印に行ったからといって、急に無印の機能がね、重要だからたくさん使う必要はないですよ。もう、なんかね、コアのまま使い、コアっぽく使いながら、一つ一つ使う機能を追加していくぐらいのことでいいと思います。あんまりこの洪水のようにたくさん機能があるんで、ダイナミックオフにしよう。ダイナミックの説明いいですかね。またこれ、同じこと言っちゃうんで、前回の序盤を見てください。まあ、面の数が少ない方が、これまあ再三言うんですけども、綺麗に大まかな形状変更ができるってことですね。で、もう一つ理由があって、このローポリゴンをすることによって、まあ、いろんなこう、小細工ができるんですね。何かと言いますと、口なんか作りやすくなるんですよ。これね、実際にやった時より違うんでどうしようかなと思う。まあいいや、これでやっちゃおう。こんだけ面が少ないと、一ポイント一ポイント触れるからいいんですね。たくさんの面をね、もう無数にある面で一ポイント一ポイントなんて触れない、まあ事実上触れないですからね。まあこんな感じになり、なってますね。まあちょっとどんどんいっちゃおうかな。あんまりここで突き詰めてもしょうがないんで。で、口なんですけども、例えば、口なんか作るときに、例えば、まあ、いくつか方法あるんです。どうしても、なるほど。もう、Z リメッシャーも、こう、ポリゴンなものを今みたいな方法で、ローポリゴンにすると。で、口の作り方。まあ、もちろんね、まあ、それすらもいろんなやり方があるんですけども、例えば、まあ、本当に、古来よりある Z ブラシ粘土作業で、例えばこのローポリゴンになったものに対してディバイドを、サブディビジョンレベルを与えてってやり、で、まあ、掘り込んでいくみたいな、まあ、それは別に普通、そんなに難しい話じゃないと思うんですね。こう、例えばですよ、これ。例えば、こう、掘り込んでやり、もっと、どんどん作り込、口とかはね、口の中とか、もっと深く掘り込んでやって、で、それをまた Z リメッシャーかけるみたいなこともありかもしれませんが、今回はちょっと別のやり方でやります。このローポリゴン状態を、利用して、Z モデラーを使います。これですね。Z モデラーを使います。これで、今、こんな風になってますが、ちょっとこの辺からね、もう、多分っていうか、しばらく、スカルプト作業しないんで、見やすい、色、マテリアルにしときましょう。で、口にしたい範囲の、メッシュの色を変えます。相変わらずこれ切り替わってないな。押しが僕は弱いんですね。で、Z モデラーにしました。ちょっとね、Z モデラーについて、前回もチラッとやりましたが、もうちょっと、やっていきたいので、まあ、今回から見る人もいるので、基本からやっていきますね。で、Z モデラー、前提として、しっかり押さえておかなきゃいけないのは、属性、3つの属性があるということをしっかり踏まえてください。まずは、面、まあ、属性というかね、こう、面を触る。面を触るっていうとき。で、ライン、まあ、線ですね。線を触るっていうとき。で、点を触る。面、線、点、それぞれに対して、Z モデラーの機能があります。まあ、ループっていうのもあるんですけども、今は置いときましょう。なので、線を加えたり、線を減らしたり、
まあ、そういうことも自由自在とまでは言わないけども、結構ね、自由にできる。で、ポイントをこうずらしたり。で、面に関しては、面を引き出したり、みたいなことができるんです。まあ、いろんなことができますよ。なのでね、Z モデラーもね、前回も言った通り、めちゃめちゃ機能豊富でやること多いんで、まあ、一個一個、やっていけばいいかなと。まずは、面を押し出すぐらいの機能でいいんじゃないでしょうか。で、オルトを押しながら、面をポーンと触って、そのままペンを離さずにグリグリっとこう、描いてやってやると、新しいグループを作ってくれるんですね。これ便利なんですよね。いいですか？オルトを押しながら、面をポーンと触ると色が変わる。色はグループが分かれてるよって意味ですよね。で、これでグイグイっとこう引っ張ってやると、こんな風に、色が変わる。で、こっからも、まあね、いくつもやり方があると思うんだけれども、で、口の中をどうやって作ろうかなって思う。で、ちょっとこれね、止まっちゃうと悲しいので、一応複製しといて、クイックセーブしとこう。で、一つは、ちょっと今保存中。で、一つは、まず、この、口を開けるために分けたグループ、これをシフトコントロールを押しながらクリックで、消してしまう。まあ、ここをクリックというか、こっちですね。消したくない方をシフトコントロールクリックで、こう消してしまう。で、この状態だといつでも復活できちゃうんで、仮に消えてるだけなのでね。で、この状態で、トポロジー編集。このトポロジーの編集部分で、表示部分削除。これを押すと完全に消えると。で、これでもって、Z モデラーって、もともとデフォルトでは、最初こう厚みを与えるとか引き出すっていう機能がデフォルトで設定されてるんですね。なので、それ、こういうやつですね。これを利用するんですね。で、最初の設定だと、引き出す機能って、ポリゴン一つ一つに対して作用するんですね。こんな風に。で、これで厚みを一個ずつ頑張って与えていくんですなんて言ったら大変なので、一気にやりますよ。一気にやるにはどうすればいいかというと、さっき言いましたよね。この、面に作用する Z モデラー。線に作用する Z モデラー。で、点に作用する Z モデラー。で、面に作用する Z モデラーの機能を変更したいんですけども、このカーソルを面に合わせて、スペースボタン、あるいはマウスの右クリックを押します。そうすると機能が出ます。この上の段、まあ、これもね、前回言ったから、あれなんだけどね、押し出す以外にもいろんな機能あるんですよ。で、これ覚えるの大変だなと思っても別に、まあね、覚えなくていいやと思っちゃっていいと思います。だからせめてこっちのターゲットは重要なんで、ターゲットは、踏まえていきましょう。今単一ポリゴンになってるのを、すべてのポリゴンに切り替えて、ぐーってやってやると、こう、厚みがつくんですね。これで、頭部が、こう、殻状になるわけです。これで、こう、脳みそを入れてもいいし、歯とかを入れてもいいし、なんてことになるんですね。あ、Z モデラーでガンダムを作ってる人、そう、有名な人が、大学の先生で有名な方がいらっしゃいますよね。ご本人じゃないですよね。で、これでもね、別に不正解ってことじゃないです。これでもいいと思います。で、なんだったら、こう、目にしたい部分も開けて、クリニックなんてこともできるんですね。それで厚みをつけて、やる。ってことも一つので、今みたいなやり方も一つので。もう一つは、で、今みたいなやり方でやって別に、いいんですけども、これでも、ね、別に今、正解だとは言ったんですけども、これだとね、メッシュの、ね、ポリゴンの数が、まあ、倍以上になっちゃいますよね。こう、表面の面と、内側に貼られてる面で、結構ね、頭部だけで、まあ、見えない部分にも面を貼られちゃうんで、たくさん消費しちゃうんですね、面を。まあ、この、本当にローポリゴンで仕上げるなら、それはそれでいいんですけども、ちょっと別のやり方でやります。で、単に、この口を押し出してみますね。押し出すというかね。こう、奥に
突っ込んでみます。この時には、すべてのポリゴンではなくて、ポリグループすべてにしてみます。キューメッシュ。これは、いわゆる引き出したり押し出したりする、まあ、さっきの、まあ、こういうやつなんですけども、でそれを、対象をポリグループ、グループごとにっていう設定にします。そうすると、この口の中をぐーっと押し出せる。今ちょっとうまくいってないので。こんな風にぐーっと押し出してやると。で今何が起こったかというと、Z モデラーって、こう押し出すときに吸着するような、特性があるんですね。ただ、こう、ぐーっと押し出したときに、このどっかの線がどっかの線に対して吸着しちゃったんですね。まあ、その時はちゃんと設定があって、吸着なしとかいうのがあるんですけども、あと、ステップさせないとかっていうのがあって、それでうまくいったりうまくいかなかったりするんですけども、今みたいにね、これ多分吸着なしにしても引っかかっちゃって、引っかかっちゃうし、吸着なしにいちいちするのめんどくさいなって、ね、僕は一瞬で思ったので、どうしたかというと、グッて押すと、押した時に、押された面がどっかに引っかかるんですよ。大きく動いた時に。だから、少しだけ押し出すと引っかかりがない。で、次はスルーっと素直に行くんですね。これで口を作ると。だから、本来口の中ってもっと広大なんで、これだとね、嘘になっちゃうんですけども、まあ、今回の作例では、口は開けないっていう強い意志を持っているので、この程度の開き具合でいいと思っています。で、これで、今、本当にカクカクのローポリゴンなので、ハイポリゴン、まあ、要は、リバイドして滑らかにするとどうなるか見てみますね。リバイドを押すと、まあ、こんな感じ。こんな感じに滑らかになると。いうことですね。で、まあ、しばらくローポリゴンのまま行きますね。はい。で、これで、顔なんか作っていくわけです。また再び、ムーブに行って、口ができたっていう、あと、口ができたっていうこの前提でまた、顔の形状を整えていきます。なんかこう、釣り目がいいのか、垂れ目がいいのかみたいなね。まあ、本来の、作りたい表情を作っていきます。これね、こう本当に、これコアの頃からも、同じ話なんですけども、一方向だけで作業し続けると、やっぱぐるっと回した時に、形状に破綻というかね、顔の形が歪んでることに気づきにくいので、まあ必ずしょっちゅうこうぐるぐる回しながらやると。だからほっぺたって、やっぱりこう、せり出してた方が横側としていい、みたいなね。ここは少し、横顔とか研究していくと、どこを引っ張ってどこを引っ張らない方がいいのかみたいなのが見えてくると思います。で口とかは、もっとこう、せり出した方がいいな、みたいな。まあ、こんな作業はね、実は口の中を開ける前にやってもよかったんですけどね。まあ、ローポリゴン、これを、いつもの、このローポリゴンじゃない、ハイメッシュな状態でやると、結構ムラになりやすいんですよね。だから、まあ、ここだけの話、こういう口の作り方とか、こういう顔の造形のやり方って、コアではやりにくいですよね。まあ、事実上できないって言っても、まあ、そんなに、やれなくはないんですけども、やりにくいのは確かだと思います。実はやれないことはないんですけどね。工夫すると。ローポリだと分かりやすいですね。こう顔の。やっぱりね、分かりやすいっていうのも一つのポイントですよね。形状が分かりやすいっていうのも大きなポイントだと思います。で、どんどん先に進みますね。では、今、Z モデラーって話が出たので、少し、こっからね、しばらく Z モデラー教室みたいになります。では、ヘルメットを作りますね。サブツールから、挿入で、
まあ、あの、今から挿入するもの、実は何でもいいんですけども、じゃあ、何でしょう、まあ、キューブにしとこう。で、コアの、僕のね、あの、本とか、コアの動画を見た人だとわかるんですけども、今から6面体作りたいんですね。6面体で作っていきます。でそれをもとに、あの、ローポリゴンから、こう、ぐいぐいとヘルメットにしていくんですけども、プリミティブの方で、そもそも、イニシャライズでいろいろこう、面の数を整えてからなんてことをやったんですね。ただし、まあ、最近の Z ブラシさん非常に便利で、何でもいいからこう突っ込んだ後に、W をしてギズモを出します。で、ギズモを出して、この歯車を、押してやると、いろんなメニューで出ますよね。ここに、さらにプリミティブの図形が登場してくるんですよ。で、この中の、ポリキューブを選びます。で、そうすると、ちょっとソロモードにしますね。ソロモードにして、ポリキューブが出て、ここでイニシャライズみたいなことができるんですよね。これ前回はやりましたっけ？これがすごい便利ですね。ここでこんなことができちゃうのが、とっても素敵です。で、ギズモに戻り、ソロを解除して、まず位置を整えます。これもね、皆さんいろんな考え方あると思うんですけども、今、ここに出現した立方体って、この芯に対して中心になるんですね。で、むしろ、顔の方が中心からちょっと後ろにずれた感じになってるんで、僕のやり方だと、ちょっと顔の方をずらしちゃいます。まあ、ちょっと原点重視で。まあ、これはね、後で直せるとか直せないとかってあるんですけども、一応、原点、芯に対する原点重視で、ちょっと作業を進めちゃいますね。これで少しヘルメットを作っていきます。で、ここで、輝く機能があって、まあ、いつもだったら、これもちょっと前回と重複する話しちゃいますけども、ディバイドで丸みを見て、で、作業していくんですけどもね、こう丸みを見て、あ、こんな風に丸くなるのかなっていうのを確認して、ラインをつけていくみたいなことやってるんですけども、今回はディバイドを使わずに、このダイナミックサブディビジョン、ダイナミックサブディビジョンを使います。このダイナミックサブディビジョンやると、ディバイドと似たような効果があるんですけども、この状態で、ローポリゴンの作業をどんどんしていけるんですね。この違いはちょっとね、説明がややこしくなるので、別途動画を用意してあるので、僕の方の YouTube なんですけどね。それを見ていただきたいなと思います。まあ、見ていけばわかるかなって気がしますけどね。今、この立方体に対して、この丸みをつけるサブディビジョンっていう状態に、すると、全体的に丸となる。ということで、では Z モデラーに切り替えて、で下の方がね、ちゃんとこう、エッジが立ってほしいので、ここにラインを入れますね。横にラインを入れます。で横にラインを入れるには、線が、線にカーソルが合ってる必要があるんですね。これ、ダイナミック、ここのダイナミックがオンになってるから丸くなってるんですけども、ダイナミックオフの状態の方が、実はこのラインが見えやすいんですけども、まあ、せっかくこのサブディビジョンの状態で見えていけるので、まあ、このまま作業していきますね。で、この白く、線が白くハイライトしたら、線が選択されてるよっていう、線にカーソルが合ってるよっていうことです。で、ここでポーンと押すと、ラインが追加されます。で、デフォルトの設定ではラインが追加されるモードになってるので、しかも追加後ドラッグするとラインが動きます。で、下の方にぐーっとラインを持っていくと、下の方の丸みが減るっていうわけですね。はい。で、まあ、これでそれっぽくなっていくと。またぐーっと整えると。この辺で、頭の形に合わせていきます。はい。これ、ダイナミックモードで、しっかり押さえとかなきゃいけないことがあって、例えば、こんなにね、機械的に、こう、球体とかね、いかにもこう、立方体から、円を描くような、当たり前の形が嫌だと思うじゃないですか。だから、じゃあ、自分はここからムーブ使おうと。で、ムーブを使って、せっかくここに面がね、こんな風に分割、多少はね、6面体よりは面が、細かく分割されてるっぽいから、そこを利用して、ムーブで作業しようとしても、これ実は、動かないんですね。
ここを動くと やれるんですけども、ここに見えてるはずの、この面自体の細かさでは触れないんですよ。この見えてるこの面っていうのは、ここには実はね、この細かさでは存在してない面なんですね。これややこしいんですよね。結局はダイナミックがオンになってる間は、丸くして面の数を多く見せてるだけですよと、仮に見せてるだけですよっていうので、実は常にダイナミックが押されてて丸く見えてても、常にこの状態なんですよ、裏側では。なので、一生懸命触ろうとしてたのは、あの小さい面ではなく、このでかい面なんですね。だからなかなかいじれなくて、一瞬いじれたのはここをいじってたっていうことなんですね。一瞬動いたでしょ？一瞬動いたのはこの四隅を触ってたっていうだけのことなんですね。で、これが、ディバイドと違うんですね。ディバイドであれば、ディバイドもね、いつでも戻れるっていう体なんですけども、ちゃんと、この見えてる状態が存在してるんですよ。だけど、ダイナミックでは存在してないんですね。この見えてる細かさが。どうでしょう。ややこしいと思う人もいると思います。で、その代わり、その代わり、結局正体がこのままなんですけども、Z モデラーの便利な機能が便利に使えるよっていうことです。はい。これじゃあちょっとどんどんやっていきますね。で、自分が作りたい形状に合わせて、ラインを追加していくんですね。で、ここまで来て、さすがに、もうちょっと自由度が欲しいと。まあ、はっきり言ってね、これ、面の数相当少ないですよね。1、2、3、4、5、6とか10個以下とかっていう少ない面なんで、綺麗な状態が保てるんですけども、さすがに、この時点では、今、このうさぎヘッド、うさぎヘルメットの形を作るのは、こう、しんどくなってくるんですね。で、分割して、面の数を増やすってことをやります。もうしつこくね、必要に応じてラインを増やして、ラインを、テコでもね、ダイナミックモードから出ないんだって、テコでもやってってもいいんですけども、あんまりうまくいかないんで、結構ね、ゴツゴツ、形が四角くなっていっちゃうんですね。こう、不用意にラインを増やしていくと。なので、一回この、大まかな丸み、これでいいなと思って、さらに深いところまで突っ込んでいきたくなったら、一回、このダイナミックモードのこの形を確定させます。で、確定は、この適用って言葉になってますね。適用。この適用ボタンを押すと、ポチって押すと、さっきの、ちゃんと面が存在してる、もともとあったサブディビジョンの方に切り替わるんですね、自動的に。これがすごい便利。こうなると、ちゃんともう存在してるんですね。これ、Z モデルはダメだ。サブディビジョンレベルがあると Z モデルは使えないんですね。で、これでも、いつもの、ムニムニができるんですけども、今、ダイナミックを確定させてしまったので、もう、この大きい四角の面を、ぐいっと引っ張り出す、なんてことはできない。ね。この、大きさの面をぐいっと引っ張り出すことはできないなんて、お前は何を言ってるんだって感じになっちゃう。こう見せると何ができないかって言ってると、今これダイナミックモードに移り、戻しました。この状態であれば、こういう作業ができたんですけども、要はここの四角は四角として存在まだしてるので。ただし、適用してしまうと、もうこの大きい四角は存在しておりません。で、しかもサブディビジョンレベルがあると、そもそも Z モデラーが使えないんですね。で、なんで、ね、Z モデラーの話を進めるのに、ダイナミックモードから離れたかというと、この丸みの状態を使いたいわけです。どんぐらいか。こんぐらいがいいかな。どうしようかな。これでもまだ粗いかな。これぐらいにしようかな。これぐらいにしよう。これで、で、こっからまたさらに確定っていう言葉を出さざるを得ないんですけども、ただこのサブディビジョンレベルがあると、これ、あるとというかですね、これって、ローポリゴンの時代にも戻れるし、ハイポリゴンの状態にもいけるっていう機能なんですけども、今回は、とにかくポリゴン一面一面をどんどんいじっていきたいんですね。なので、このいくつもあるポリゴンの状態はいらないので、これで、解レベル削除を押して、確定して、この、確定すると、
確定前は、やっぱりそもそもこの大きさ、はいはい、わかってますよ。わかってますよ。はい、この大きさが、元だよってことを示すために太いラインがついてるんですけども、確定させちゃうと、もう、この面の大きさが本物になるわけです。その代わりも、これ以上低い、ポリゴンの状態には戻りません。はい。で、これを使っていきますね。で、これでもね、面が増えたとはいえ、もう全然ローポリゴンですよね。これうまく使います。上の方をガツンと選択して、どうしようかな。まあ、下だな。下をこう選択して、で、上にちょっと持ち上げると。もうちょっと選択しようかな。この辺まで選択して、ぐーっと持ち上げます。はい。これで、少し上を持ち上げる。ちょっとね、作例よりもわざと大げさにやりますね。で、こんな風になると。で、マスクの解除。で、ドローに戻って、ダイナミックモード見ると、こんな柔らかい形状になっていくと。で、このライン、まあ、ダイナミックのまま作業してもいいんですよ。このラインをこう選択して、選択の反転。で、ギズモを出して、キュッとこう絞めてやると。いう感じですね。うん。ちょっと作例とは違いますが、わざと大げさにやってます。保存中ですね。多少は近づけようかな。で、ラインをもちろん消すこともできるので、今、細かくなったのはありがたいけど、まあ、この辺のこう横のラインは細かすぎていらないなと思ったら、ですね、オルトを押しながら、このライン、白くなってる、白くハイライトしてるんで、ラインを選択してるっていう意味なんですけど、これを押してやると、ラインが横にぐるっと消えます。これも消えます。これで、ここを選択して、マスクの反転。で、少し下ろしてやって、こう、絞めてやる。まあ、ローポリゴンだから、綺麗な曲面を編集しやすいんですね。はい、こんな感じ。で、このままじゃあ、うさぎの耳も作ってみます。で、うさぎの耳に関しては、これもね、いろいろやり方あるんですけども、別で作ってガツンとぶつける、差し込むのでもいいんですけども、このまま、このポリゴン状態を活かしてやっていきましょう。耳をつけたい。この辺に耳をつけるので、左右対称になったかな。左右対称にして、オルトを押しながら面を選択して、こんな感じで、グループを分けると。はい。で、これで、この Q メッシュ、これを押し出すってやつですね。この、まあ、面をね、引っ張り出してくれるツールで、単一ポリゴンではなく、グループに対して行いますよっていう設定にします。この色分けしたグループに対してですよって状態にして、こう引っ張り出してやるんですね。これでウサギの耳作るわけです。なので、面の位置とかに依存するんで、ちょうどここにやりたいんだなって時は、さらにね、面をどうこうしてやんなきゃいけないんですけどね。で、この真ん中にやりたいなって時は、こう、線を削除して、で、この面の破綻がないかどうか確認して、じゃあ、っていうんで真ん中に置く。ってことでもまあいいんですけどね。その代わり形は変わりましたけどね。このラインを維持したい。でも真ん中に置きたいって時は、またいろんなことを考えなきゃいけないんですけども、今回ちょっとイージーに進みますね。イージーなやり方で。あんまり、練習段階でこだわりすぎると、覚えきれなくなっちゃうんで、多少この練習段階でちょっと妥協しながらいきますね。で、じゃあ真ん中に耳生やしたいからここにしました。で、少し、こうやって引っ張り出した後、で、この、面を、こう選択して、反転。で、こう、絞めてやると。で、今、ここをね、少し細くしてやりたかったんで、変なことしましたよね。変なことっていうかもう、コアでもやってたような、こう古来、イニシエのやり方みたいなね。もう、アナログチックにこうやっていったんですけども、もちろん Z モデラーにも、任意のグループをマスクするなんて機能がちゃんとあるんですよ。ちょっと見せますよ。なんでそれやんなかったかっていうのをちゃんと、答えがあります。
ね、今みたいにね、こんなね、回転して洗濯なんてめんどくさいことやんなくてもいいように、この面にカーソルを当てた後、スペースバーを押して、で、マスクなんて機能があるんで、この場合は、で、マスク、おっと、マスクにして、そのマスクにしたい対象は、ポリグループだよ、そのグループ分けした一つだよって状態にして、で、こうポンとしてやると、見事にそこがマスクされて、さっき、ね、僕がやりたかった状態になるんですけども、ただちょっとデメリットがあって、いちいち切り替えてやんなきゃ、旧メッシュが使いたいのに、一回マスクに切り替えてこれ戻るなんてことが、こうね、やってみて帰ってこなきゃいけないのがめんどくさくて、帰ってね、機能そんなに新しい機能を使わなくてやった方がいいみたいなね。だからその、なんていうかな、ちょっとここだけの話、この放送しててここだけの話もないんだけど、あまりこう機能に溺れないみたいなね。その時々によって別に昔からのやり方でやってもいいんだと。もうコアの、やり方でやってたやり方でもいいんだよってことを自分でチョイスしていけるってことが重要なんですよね。で、ちょっとこう整えたりしてね、このマスクが効いてるうちに。整えたりして、で、実はさっきのこう、また同じ話になるんですけども、じゃあ引っ張り出そうかって時に、Z モデラーの旧メッシュを使うんですけども、旧メッシュです。さっきからね、まあ、ちょっとやって、いちいちやってみせますね。じゃあ、整ったんで、これを旧メッシュポリグループにして、グーってやる。でももちろんいいんですけども、スルスルっとこのギズモだけの作業でうまくいってたんで、このノリでわざわざ Z モデラーの機能を使わずにグイッと出すってことでも別にいいわけなんですよ。だから無理に、Z モデラー、市場主義みたいなことじゃなくてもいいんですよね。もうここはギズモの、コントロールをしながら移動の引き出しで、いいや、でもいいんですよね。だからその都度の判断なんですよね。その、造形の判断です。いちいち旧メッシュに行かない。で、今ね、じゃあ、耳の上の方を、膨らませたいときに、左右対称モードにしてるのに、なんかあっちゃこっちゃ行ってますよね。この、シーンのね、このワールドの中心をもとに拡大しようとしちゃってる。だから、うまくいかない。なんだろ、ここを中心にしてくれればいいのにと思いますよね。その時は、まあ、これも何回かやってますが、ローカルシンメトリーオンにして、こう、ぐーっと出してやれば、このローカル、つまり、そのポイント、その今選択状態の中で左右対称をやってくれるっていうことですね。はい。で、こんな状態にしました。でそしたら、解除して、で、もう、これも、いつも通りのムーブで、多少この形を整えてやってもいいと。だから、Z ブラシ、こういうのに、まあ、Z ブラシに限らずってことだと思うんですけども、ポリゴンをどうこうするっていう機能と連続していつものブラシ作業もできるっていうのが、すごい楽しいなと思いますね。いちいちこう、どっかのモードに切り替わんなくてもいいみたいな。ちょっと横から見たら、てっぺんが薄すぎたので、膨らましておきます。で、形的にもうちょっと面白くしたいなって時、で、ここにもライン入れると少し工夫できそうですね。で、Z モデラーに行って、ここにラインを追加。はい。で、ラインが追加されたので、このラインをこうマスクして、マスクの反転。で、ギズモを出して、リセットスイッチで、ポンと中心に飛ばし、まあ、この耳の角度に、このギズモが合ってた方がどうやら良さそうなので、オルトを押しながらギズモをこう合わせると。合わせて、その方が綺麗。だから、この芯に対して膨らませると少し車体かかったようになっちゃうんで、あくまでも、こう形状にギズモを合わせる。で、こう膨らませていく。って方がいいと思いますね。はい、こんばんは。で、徐々にやっていくと。いうことですね。そして、ちょっと耳の中を作っていきます。この時点で、こう見てわかる通り、引き出したところは自動的にこうグループに分かれてくれるんですね。なので、こう、非表示もこんな風にできるんですね。グループ分かれてくれてるから。これ、後で、こう、皆さん、あ、ここわかんねえなって思ったらメモしてもらって、序盤でやったあの機能もう一回やってくれみたいなことを言っていただいてもいいですからね。もし、
このピクソロジック公式で時間オーバーだったら、また別途時間作りますから、ちょっと急ぎすぎてわかんないよってところはメモして、後で聞いてください。では、この面を作りたいので、この面の中にグループを作ります。これ便利ですよね。こう、ススススッとこう、オルトをしながらの、ドラッグで好きなところに、グループが作れると。いうわけですね。で、Q メッシュ、ポリグループ。このターゲット重要なんですよね。こう、まあ要は何をしたかというと、なんかね、横から見てもこう、全部ぐるーんと丸いじゃないですか。ぐるーんと丸い。で、前の方は少し、キュッとね、平たくしていきたいんで、今そういう作業をしてるんですね。グッと。ここに引き出しを、ここの面を引き出してやると、このラインとラインが近くなって、鋭角になると。で、ラインとラインが遠ければ遠いほど、丸みは大きくなり、ラインとラインが近くなればなるほど、丸みはなくなって鋭角になってきます。はい。こんなんですね。で、少しちっちゃくしようかな。で、このグループだけ選択したいんで、今度はさすがに、力技じゃうまくいかないですね。こんなこと、もうどこが選択されてるかわかんないんで、で、さっきの機能が輝くんですね。これじゃない。マスクで、ポリグループすべて。ただもしかしたらこの色と同じになってるかな。ああ、なってますね。なので、また新しく、ちゃんとこう、グループを作ってから、このマスク、ポリグループ、ね、ターゲットポリグループにして、ポンと押すと。これで左右じゃない、マスクの反転すると、このグループの部分が選択されるっていうわけですね。ここだけぐーっとちっちゃくしたかった。ここをちっちゃくしたかったっていう理由です。で、ここをちっちゃくするために、このグループをマスクするっていうのは光るわけです。平たくしようかな。平たくしました。何をしたかっていうと、こうぐるーんとなってるのを少しね、この部分の傾斜をなくしたかったんですね。それは見やすくするためにちょっと選択範囲をこうぐーっと出して、で、ストレッチじゃないんですけども、この、潰すことによってペタッと、何度もドラッグした方が間違いないですよね。ペタッと潰すと。もう一回やろうかな。ぐるーんとなってんのを、この面の縮小によって平たくするなんてこともできると。そういうやり方もあると。別のやり方もあるでしょう。まあ、こんな風になりました。これで、まあ、選択範囲の解除をすると。さて、さらに、ここを耳を作り込んでいきます。ここでまた再び旧メッシュポリグループにして、結構ね、皆さん見ての通り、旧メッシュだけでもグイグイできちゃうんですよね、いろいろ。なので、もし、コアに新バージョンがあるなら、せめて旧メッシュだけつけるみたいなことを、コアに欲しいのはどうだろうね。旧メッシュ、マスク、フリース、ブリッジ、ビビルカーブですけど、なんか全部ってことになっちゃったけど、まあ、旧メッシュとマスクとトランスポーズは欲しいかな。ここぐーっと。で、旧メッシュっていうのは、ボコッと引き出すだけじゃないですよ。こう、反対側にやれば、穴がね、トランスポーズが、うまくいかない。まあ、そうか。トランスポーズ、なんか前々回ぐらいやったんでしたっけね。ちょっとそこもフューチャーしてやりたいところですね。で、耳の形状が気に食わないって時は、ここだけこう、この辺はちょっと頑張って選択して、少しこう整えるみたいなね。例えばね、まあ、本当にこれも考え方なんですけど、ここに、見えてんのかな？このカーソルって。ここに歪みがある、どうしよう。確かに、歪みをスッと整える機能があるかもしれない。ただ、あんまりこの、入門者、ね、入門者って考え方一つで、いろいろあって、機能を覚えていかなきゃいけないっていうのは一つのベクトルだと思うんですけども、ただし、柔軟に、対応するっていうコツを覚えるのも
一つの入門者のあり方だと思うんですよね。機能を探すっていうお仕事よりも、ああ、あれで、そんな新機能にこだわらずやっちゃおうみたいな柔軟さも必要かもしれないですね。断言はしません。はい、こんな感じになりましたと。で、作例見ていただくと、縁にこうパイプみたいなのができてるんですね。それをもうちょっと作ってみましょう。トランスポーズね、もうギズモ登場以来、そんなにいらないんじゃないのって言いつつも、僕も、要所で使ったりするんですよね。ちなみにやると、やっぱりこう、選択範囲をこう、形状に沿って作るのにでもこれ、まあ、ギズモでもできるからなっていうのはあるんだよな。ただトランスポーザーは関節曲げたりするのに便利だったりしますね。あ、ちょっと折に触れてやりましょう。まあ、それはそうと。では、こう耳を作り込んでいきますね、さらに。危ないんで、数字の9を押して、クイックセーブを忘れなく。はい、もう何でも利用する。もう面を何でも利用します。ここのラインに、この、要は、作例を見ていただきたいんですけども、見えますかね？この辺にありますよね。ここの耳にパイプ状のものがある。じゃあどうするんだろう？この面に沿って、パイプが完成するみたいな機能があるのかな？いや、まあ、それはあるっちゃあるんだろうけども、もうちょっとこう、イージーなやり方でやります。こう、作り、で、これをどうするか。これもね、今、完全に覚えなくていいと思いますが、あ、そんなやり方もあるんだっていうのはちょっと見といてください。で、一つはいいですか？二つやり方を今から示しますね。今、どうなってるかというと、旧メッシュのポリグループすべて。まあ、こればっか使ってますよね。このセットのボタン作れないのかな？このポーンと。旧メッシュ、ポリグループすべてボタンって。作れないですかね？僕が知らないだけかな？どうでしょう？公式の方。このセットをボタン化するみたいな機能ありますかね？そうするとすごい嬉しいですね。で、まあいいや。これで、旧メッシュポリグループすべてにして、で、今までの方、やり方だと、こう、今までのやり方っていうかね、これだ、そのままやると、こう、単にね、また再び、こう、ムニューンと出てきちゃうだけなんですけども、この、ムニューンと押し出された時に、この、ね、引っ張ってる途中で、コントロールをしてやると、面が分離するんですね。面が分離します。いいですか？こう、ぐいーっと引っ張り出す途中でコントロールするとパカッと分離します。で、ここで分離したのを、伸ばして、今ちょっとこれ、ね、ポリグループすべてになってるんで、同じ色を全部引っ張り出しちゃってるんですけどね。まあ、じゃあちょっと、そこは真面目にやろうかな。これ今からやる機能、目つぶっててくださいね。あんまりいろいろね、やりすぎるの良くないんだよ。ポリグループ。実はね、今、あえて教えませんけど、ポリグループ、ポリループで、まあいいや。あんまりでもね、ちょっとでうまくいかないなと思ったらそこで頑張んない。もう分かってる機能でやるみたいな。で、この今、引っ張り出したのに厚みをつけると。で、ここで、ピタッとね、厚みをつけた後合わせるっていう手もあるんです。ただ、見ての通り、この厚みは つけたけども、ここにね、耳の形状にこうぴったり合わせるにはどうすればいいのって、もう一生懸命ね、ここをこう、選択するのを、でも選択できちゃったから言っちゃいいんだけど、ただね、こう面が一個漏れてたりすると大変だから、やっぱり機能を使わなきゃいけないんですね。で、どうするかというと、今、引き出すごとにグループができちゃってるんで、それを一回整えます。ポリグループっていうメニューから、ね、ポリグループ、これは、機能は少ないにしても、コアにもありますね。で、自動グループをオンにします。で、自動グループをポチッと押すと、島ごとに分かれてグループを作ってくれます。で、だけども、この左右のこのパーツは、色変えちゃうのは勘弁してよと、そこは、理解してよ。察してよ。ってのがあるんですね。ただまあ、類似グループの結合ってやれば、理解してくれます。
で、こうな、こういうグループ分けさえできてしまえば、ギズモにして、コントロールシフトをしてポンと選択するとマスク状態が綺麗にいきますので、ボルトを押しながら回転ツールをクリックしてまずギズモの方向を整えます。で、ピタッと合わせてやる。で、もし必要であればムーブで整えるみたいなこともできます。で、今これが一つ目のやり方。これはこれでいいんですよ。サブツールがバカ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 増えていかないからいいのかなって気もするんですけども、僕だとこれはやんないです。どうするかというと、やっぱりサブツール分けちゃいますもん。パーツが違うんで。あとで変形もね、思う存分しやすいので、パーツ分けちゃいます。で、パーツの分け方も実はもういくつもあるんですよ。若干割愛しますけども、こう別パーツにした後、パーツに分けたものをサブツールに飛ばすみたいなこともできるんですけども、僕の好みは、このヘッド、ウサギヘッドごと一回複製しちゃいます。複製して、わかりやすいようにソロモードに移りますね。今この複製したウサギヘッドだけ映ってます。この状態にして、コントロールシフトをしながら必要な部分をクリック。で、まだ、いらない子がついてきちゃってるから、このグループはいらないよとクリック。で、必要な部分だけの表示にして、で、トポロジー編集で削除。非表示削除。こういう状態にします。で、こういう状態にして、この厚みをつけるって作業をすると。そうすると、移動の手間もない。っていうことですね。まあ、もともと動かしてないんで。で、ここがぴったり合ってないのは丸くなった分なんですね。なので僕は反対側にも少し押し出してやる。そうする方が、まあ、こっちは鋭角になって、こっちは丸、こっち、後ろ側は鋭角になって、前側は丸みが出る。みたいな形の面白さも出ます。じゃあちょっと小さくしますね、少し。ね、これちゃんと中心に寄せて、小さくすると。こんな風に作ってたんですね。ってやると。いう感じで、徐々に、まあ、変えちゃってますけどね、作例に近づく。まあ、細かくこうは変えてますけどね。細かくつか大きく違いますけども、気にせず進みますね。でこんな風に、このポリゴンの、ローポリゴンを駆使して、どんどん抜き出したり分割したりして作っていきます。でも、例えばこの、顔なんかはね、別に無理しなくていいんですよね。じゃあ、ほっぺた作ろうっつって、ほっぺたを、キューメッシュ単一ポリゴンで、じゃあ、抜き出そうかみたいなことを、まあ、そこまでやんなくてもいい。それに、こう、ふっくらしたのを、こっから引き出して作るのは大変だから、これはもう、素直に、挿入から、まあ、なんでもいいんですけど、何でもいいからとりあえずぶち込んでやり、ギズモから、この一方体、ちょっとでかく出ちゃってますけどね。これを使います。この六面体、この低ポリゴンの六面体はかなり多用するので、このツールの方に複製して取っとく。まあ、ちゃんと名前も付けた方がいいかもしれないですよね。六面体とかって名前付けてもいいかもしれないですね。で、もう一つは、このサブツール内でも複製して一応取っとくみたいな。挿入の手間が省けるから。僕なんかね、一人やってるときは、いくつか増やしておくんですね。もうめんどくさいと思って後で挿入するの。いくつか。どうせいっぱい使うから、これ。で、これで、マズル部分は作っていく。うん。ついまに1時間か。ダイナミックサブディビジョン、ダイナミックで。簡単なやつはね、いちいちこの、ダイナミックサブディビジョンとかって使わなくてもいいかもしれませんが、一応参考に使いますね。参考までに覚える、
覚えていただくためにちょっと使っておきます。で、今、今あれだな。Z モデルになってたんで、マズルの形を整えていくと。ちなみにラインについては、デフォルトでは挿入って機能になっています。ラインにカーソルを合わせてスペースバーを押すと、ラインをどうこうする機能が現れます。で、デフォルトでは挿入になっています。あんまりね、慣れるまでは、とにかく挿入だけ使うってことでもいいと思うんですよね。まあ、ベビルとかいろんな機能ありますけどね。これで、まず片側のほっぺを整えていきます。で、なんかさっきからこう待ち針みたいにこう針が刺さってるのは、ポイントをいじりやすくするためなんですね。やっぱり丸くなっちゃってるんで、本来のポイントの位置がわかんなくなっちゃうんですよ。で、この点の位置って、本来の点の位置なんです。本来の点の位置を示してくれる点なのです。これは、ドローにしなきゃだめだね。ドローにして、この点を操作できますね。ただね、やっぱりこの、うっかりラインを触っちゃったりするんで、これ気をつけてくださいね。まあ元に戻りゃいいんですけどね。ポイントをこう、針を。これ今ね、はっきりと線が間違って追加したり消したりって分かりゃいいんですけど、そっと消えてると分かりにくいんで気をつけてくださいね。警告音とか出ればいいんですけどね。この、なんかラインが消えた時にポーンとかって出ればいいんですけど、それないんで気をつけると。こんな風に整えていくと。で、また、大まかな大きさの変更ぐらいは、まあ、ギズモでやっちゃいます。で、片側は、これも、コアにもありますね。トポロジー編集から、ミラーと結合。コアとこれ、確か、翻訳変わってますから気をつけてください。ミラーと結合で。ただ、この時に、ミラーと結合ポーンとすと、僕の脳内の予定では、反対側のここに、マズルができるんですよ。僕の予定ではね。だけど、これ押してもね、できないと思うんですよ。ポーンと押しても、ほら、できない。ただ、機能はね、発動してるんです。このミラーと結合にすると、ちゃんと左右反転の複製がされてるんです。これなんでこんなことになっちゃう？なんでその場で吹いてるんだよ、お前って。で、どういう意味かというと、ローカルシンメトリーがオンになっちゃってるからです。ローカルシンメトリーがオンになってると、何しろ、この、今選択されてるこの範囲で解決しようとするんですね。なので、ローカルシンメトリーをオフにすれば、シーンに対してがシンメトリーだってことを認識してくれるんですね。すると、こうなると。はい。これいいのは、ダイナミックサブディビジョンって、こう、くっつけ切った後もちゃんと剥がせるんですよね。これ、普通の、まあ、ダイナミッシュとかね、ダイナミッシュとかだと、これ、一回くっつけるとビヨーンってなんかお餅がくっついたりになっちゃいますよね。この場合はこうならないんですね。はい。さあ、ちょっとどんどん行っちゃおうかな。で、またちょっと顔に戻りました。で、顔に戻って、目。目を開けるにはどうすればいいか。で、目はね、もうちょっと簡単に作っちゃいたいんで、こんな機能を使います。やっぱり、ドローでね、Z モデルは使いますが、ここに穴開けるにはどうすればいいかというと、点の機能の中に、スプリットって機能があるんですよ。このスプリットって機能って、この点を中心に、こう、円を作ってくれる機能なんですね。しかも、ここに、クリースっていうのを作ってくれてます。これね、今回覚えちゃいましょう、クリースについて。でクリースって何なの？じゃあね、クリースをしないにしましょう。で、コアにはクリースって概念がね、ほぼないんで、じゃあ、スプリット、クリースなしでやってみますよ。これで、この点を中心に面を開いてくれるって機能ですよね。点を中心に面を開いてくれる機能でこうすると、クリースなしだと、まあ、こうなるんですね。だけど、やっぱり、目は丸い円がいいので、クリスを使う。クリスっていうのは、これがわかりやすいかな。クリスをなんで今伝えたいかというと、サブディビジョン、
その、サブディビジョンレベルがあるオブジェクトの特性を理解していただきたいんですね。これ非常に重要なんですよ。で、ソロモードにします。で、これで、線のみの表示になる。じゃあみんなメモしておきますよね。で、この状態で、例えばね、ここがすごい丸すぎるよと。で、実はこの実はというかね、この耳のこのパーツ、耳のパーツのこの面は、しっかりとね、ペタッとこう、シャープにしたいって場合は、どうすればいいかというと、この、ここの間のラインに、線を入れてあるんですね。そうすると、線を、なんでかというと、ここのライン、ここのラインから、次のラインまでが遠いから、ぐるーんと丸くなっちゃうんですよ。ラインからラインが遠いと。なので、近いラインを作ってやって、ラインとラインが近いから、丸くなる余裕がないんですね。丸くなる気持ちの余裕ができなくなっちゃって、ギチギチした人になっちゃうんですね。これ、とんでもない例えですけどね。で、内側も、こんな風に、ラインを追加すれば、ピチッとこう丸みのない、前面になる。これ、ラインを追加することによる、まあ、力技ですよね。で、僕的にはそれが好きなんですけども、ちゃんと機能があるんです。ちゃんと機能があるんです。この方がね、こっそり言いますと、このやり方の方が、皆さんは、ラインの特性、サブディビジョンの動きを理解できるんですけども、ただちゃんと機能があるんですね。今回は、面の方、ポリゴンの方の機能を使います。ポリゴンの方で、クリース。クリースにして、で、対象をポリループにします。ポリループって、要は、ぐるっと回ってくれるんですよ。それがポリループ。で、ポリループにして、でしかも、これでやっちゃうと、ポーンと、なんかこう、いやいや、そうだけどそうじゃないよ、みたいな状態になりますよね。そうだけどそうじゃない、みたいな感じになっちゃうんですよね。いやいや、俺確かに、ここ平らにしろとは言ったけど、みたいなね。で、これは何かというと、クリスが面ごと、一つ一つの面ごとにクリスがついた。まあ、つまり、折り目だと思ってください。折り目が、さっき折り目をつけたじゃないですか、自力で。それを機能によって折り目をつけるっていうことができる。ただし、ままやっちゃうと、この一つ一つの面ごとに、クリスついちゃうんで、ね、一つ一つで完結しちゃうんです、こう、一枠一枠。なので、せっかく作ったね、横は9じゃなくてもいいのに、こうなっちゃう。なので、モディファイアってどうや略すかわかんないんですけども、長辺、すべての辺じゃなくて、長辺、長い方の辺だけに対してやってくださいねってやると、長い方の辺にだけ反応してくれるんですね。こんな風に。ちょっとね、元々の形状が悪くてこの辺が怪しいことになっちゃう。だからつまり、なんで僕がね、今日クリスをお伝えしたいって言ったかっていうと、つまり、ここに点線があるじゃないですか。仮に点線ができてるんですね。で、結局は、こういう仮だろうが何だろうが線があることによって角が出るんだよっていうことなんです。それを、実際の線を増やさずにやってくれる機能なんですね。だから、これも、線をさっき増やしたのも、言ってみれば、極端に言っちゃえば自力クリースなんですね。これ自力クリース。だから線と面をどうにかしてうまく、形状をコントロールするっていう戦いになってくるんですね。だから、この自力クリースを肩代わりしてやってくれるのが、自動クリースだ、みたいな理解で最初はいいかなと思います。さて、ということでこっちに戻ります。なので、クリースによって折り目を、点の周囲に折り目を作って、球体を作ってくれる機能なんですね。こんな風に。あんまり深く考えずに、そうなんだ、みたいなね。そういう感じでもいいですよ、とりあえずは。で、これで、旧メッシュにして、ポリグループすべてにして、あと、これも、ちょっとポリゴンの色が同じのがいっちゃうんで、一回そうだ、もう、ごちゃごちゃしないように、一回もう全部同じ色にしよう。もう用事もないし。こうして、これならもういいだろう。
これちなみに2段階やると、ちょっとこう機械っぽい感じになりますね。2段階もちょっとちゃんとゆっくりやろうかな。また中心を軸に、このポイントの機能であるスプリットで、中心を軸にぐーっと線を作り、線とクリースを自動的に作り、で、旧メッシュにより、凹ましてやったんですね。はい。こんな風に作っていきました。ああ、このラインない方がいいね。偶然だけど。はい、ちょっとどんどんいきますね。ちょっとこのうさぎヘッド、うさぎヘッドさん、ソロモードにしました。で、ここで、これ頭の横に出てるやつって実はうさぎの手なんですけど、わかりにくいんですけど、ちょっと手を作りますね。このラインも減らします。この内側のラインも減らします。どうやって減らしたかというと、ラインの機能で挿入の状態で、オルトをしながら線を触ると、ラインが消えます。このラインを整理できるってことですね。こんな感じでいいかな。いや。こんな感じにする。で、また好きに、追加して好きにね、好きな幅を作ってやってもいいっていうことですね。はい。で、これで、またグループをここに作って、旧メッシュで押し出すだけと。止まると怖いですね。ただ保存するだけですね。はい。おう。こんにちは。褒めてくれてる、きっと。ありがとうございます。はい。こんな感じですね。この面の状、このポリ、ローポリゴンの状態をうまく利用して形を出してるんですね。だから、お気づきの通り、自由度は高いとは言えないんですけども、利用できるとき、そういうことがね、そういう状態が利用できるときは、ガンガン、使ってやるという感じです。はい、こんなんで。さて、ちょっとね、頭の方が、これ、ね、頭を少し小さくしようかなと。で、当然頭が1個なんで、顔の方を小さくすれば早いんですけども、ちょっとあえて、うさぎヘッドの方だけ縮小しますね。ギズモを出して、まあ、頭部にしようかな。で、中心にして、で、まあ、前回もやりましたよね。このギズモのこのマークをクリックすると、複数のサブツールに影響が出るよっていう、影響できるよっていうことですね。で、シフトコマンドで、シフトコマンドオプション、シフトコマンドオプション全部3つとも押すと、ギズモの影響下から全部外れちゃうんですね。このギズモっていう独裁者から誰も影響を受けなくなるんですね。だけど、シフトコマンドして、お前だけは言うこと聞けって囲ってあるんですね。こうすると、囲われたところがちゃんと、ね、サブツールいくら分かれてようが、サブツール分かれてても一緒に動いてくれます。別サブツールごと動いてくれます。じゃあ、こっちを大きくすると。はい。で、若干、整えていこうかな、みたいな。はい、こんばんは。はい、こんな感じで、今、頭ができつつありますね。じゃあ、ちょっと体に行ってみましょうね。はい、体に行きます。顔がだんだんできてきたので、あ、嘘、体にはいけないです。まだ顔をやりますよ。さて、じゃあ、頭ができたので、今度は顔をもう少し作り込んでみますね。で、単純に、ジオメトリから、今日はね、完全に今日、僕がやる機能を覚えましょうとか覚えてくださいってことではないです。大体こう一連のワークフローというか、機能の使い方の流れみたいのを参考にしてもらえると嬉しいです。だからこれね、一個一個の機能をちゃんと習得してくださいモードで喋ると、多分、あさっての夜明けまでかかっちゃうんですね。まあ大げさですけど、言い方が変わらず。まあ、なので、あ、なるほど。そういう、機能があって、そういう風に使うんだなってことを踏まえて、
まあ、後でね、YouTube とかで多分公開されると思うので、その後ゆっくり見ていただけたらなと思います。でここは、顔はまだ、ディバイドじゃなくて、本当に面を増やすんではなくて、一応まだダイナミックの方のサブディビジョンにしておきます。で、じゃあ眼球を入れましょう。挿入から、眼球を入れます。これあらかじめ用意しておいたダイナメッシュ属性の球体です。これを目にしますね。まぶたをちょっと作りますね。まぶたの作り、左右対称オフ。まぶたの作り方でまた新機能を喋ります。まあ、だいたい目の位置に置きます。まあ、目の作り方、ほんとね、いろいろありますよね。まあ、書いちゃうっていう入れ方もあれば、今僕がやってるに入れちゃうっていう入れ方もあります。では、ソロモードにして、ソロモードにしちゃうと、まぶたどこにつけていいかわかんなくなっちゃうから、透明ぐらいがいいかな。透明。で、透明のさらに、このゴーストオフにすると、ちゃんとこの半透明、マテリアルが半透明になってくるんですね。まあ、見やすい方を選んでください。これレントゲンみたいなやつが、まあ、デフォルトの状態で、ゴーストを切ると、レントゲンではなく、素直に半透明になってくります。で、通常のモード、まあ、何でもいいんですけど、スタンダードでも何でもいいんですけども、ブラシに戻って、こんな機能でやってみましょう。どんな機能か。コントロールをしながら、まぶたの形にじゃちょっと書いていきますね。なんだ、いつものやり方じゃんって思うかもしれないですけども、まあ、この時にちょっと楽しちゃいますね。コントロールをしっぱなしにして、このマスクペンではなく、こっち、これ、ボタンパスっていうものこれ。これにすると、選択範囲チックにできるんで、ガッとこう、選択範囲が作れますね。で、ちょっと元に戻して、マスクペンに戻して、書いてる。まず上まぶたから。明らかに顔に突っ込んであって見えない部分はまあいいんですけどね。ではソロに行って、少し整えますね。裏側はどうでもいいんですけどね。あんまりどうでもいいって言うと怒られちゃうんだけど。まあ多少はね、後でもちろん、修正できるんで、そんなにこう、際どくやんなくていいんですが、こんな感じになったと。まだソロでいいな。ソロにして、で、これから何するかっていうと、一応ポリフレームをオンにしておきますね。これからまた面をどうこうする作業をしますので、ポリフレームをオンにして、で、ジオメトリーを出します。で、ここに、エッジループって機能があるんですよ。このエッジループは結構ね、重要な機能なので、覚えておきましょう。はい。これで今から何をするかというと、その前に、一応この球体を複製しときますね。複製しました。こっちにしとこうかな。こっちにしとこう。複製した上の方にしました。で、ジオメトリから、このエッジループを引き出して、これもね、山ほど機能があるんですよ。そんなにね、全部一個一個覚えてから使おうとかって思わないで、この範囲、一個か二個覚えればいいやぐらいで最初はいいと思います。今からやるのは、このマスクした境界にエッジループってやると、このマスクの状態でグループがこう綺麗に、ね、しかもこの、マスクのガタガタとは裏腹に、綺麗に、グループを分けてくれます。はい。いいですね。で、こうして、まぶたの下の方はいらないんで、上だけ残しますね。上だけ残して、これ捨てちゃってもよかったかな。トポロジー編集で、
非表示削除。今こんなオブジェクトを作ったわけです。後でもう一回やりますね。で、エッジループまた開いて、パネルループって機能があります。で、パネルループオンにすると、これに厚みがつけられるんですよ。今このペラッとしたね、今この面だったもの、まあ裏側がないんで、ほんと純粋な厚みのない、オブジェクトなんですけども、これパネルループをオンにすることによって、厚みをつけてくれるんですね。でぐーっと近づくとわかるんですけども、色が何段階かに分かれてると思うんですよね。でこれは厚みを、ループを5回、4回してくれてるんだ。4って書いてあるから、まあ4段階になってるってことですかね。例えばこれ1にしてパネルループするとどうなるか。あ、こっちだ。パネルループのループですね。あんまりループって何って考えこなくていいと思うんですよね。これがさっきの状態かな。これでループを1でパネルループを押すと、まあ素直に1個の厚みがつけます。つきます。これを例えばパネルループ、7とかってあって、あ、またこっち触っちゃった。こっちじゃないです。こっちじゃないよ。こっち、パネルループの方を7にして、パネルループをオンにすると、こう数字の数の分、ぐんぐんぐんとこう、厚みのこう階層ができるんですね。まあ、これをやんなきゃいけない理由は今はないので、パネルループを1にして、で、ここで厚みが変えられます。だからこれ抽出みたいでしょ？抽出っていうか、今言葉変わって、コアの人気をつけてくださいね。抽出になったんだ。抽出になったの。これ抜き出しって言葉が抽出に変わりました。抜き出しみたいでしょ？今の厚みがつくみたいなね。マスクした部分が結局厚みがつくっていうのが、まるで抜き出し機能なんだけども、こっちの方が、まあ、綺麗な、球体っていうか厚み、形の流れなんですね。今、ループの数を1にしました。初期では4だったかな ?1 にして厚みを決める。この厚みも抜き出しみたいですよね。厚すぎる。しかも、このね、マスク境界のエッジループによって、この、マスクのガタガタを綺麗にしてくれてるんですけども、でも厳密に言うとまだ、ちょっと気に入らないみたいな。そういう時はポリッシュ。このポリッシュっていうのをぐーっと上げてやって、パネルループにすると、滑らかにしてくれます。はい。これでもう、この場合はもう押した瞬間確定です。だから、抜き出しと違って、もうこれで確定なんですよね。はい。これでまぶたになるものができました。ただしですよ。これってまだ扱いにくいんですよね。例えばね、透明も解除して、これでまぶたできたなと。まだこの先がありますからね。で、まぶたこれでいいじゃんと思っても、まぶたの形状をもっとここぐーん、少し変えたいんですね。ただし、これをムーブで、もちろんやれないことはないんですけども、後で触れますね。Qメッシュよりはこっちの方がいいかなと思うんですね。まあ、Qメッシュでもいいんですよ。じゃあ、それをやろうかな。でも、ちょっと時間なくなっちゃうかな。で、まあ、ムーブでこう整えてもいいんですけど、ちょっとやりづらそうですよね。この、なんでかっていうと、面の数が多すぎて触りにくいんですよね。こう、大幅な変更としては。なので、こうしたものを、やっぱり、例の、Z リメッシャーで、低ポリゴンにしてやると。0.1 にして、Z リメッシャー。そうすると、はい、ちょっと待ち時間。まあ、目玉に沿った綺麗な面が作れたって状態であれば、Qメッシュでもいいんですけど、あの数を Qメッシュするのは、ちょっと怖いような気がしないでもないですね。はい。Z リメッシャーによって、結構綺麗に、低ポリゴンのまぶたができましたよね。なので、非常に Z リメッシャー、便利ですね。これで、まあ、少しもっと、こう、回転しながらね。目つきを変えてやるもよし、って感じです。
こんな感じで、まつげを作りますね。まつげも、先ほどからやってる応用でできます。では、ちょっとソロモードに行って、まつげ作りますね。また、Z モデラーに行って、で、これで、まず、グループを作りますね。ポリグループ適用、ポリループ。これによって、はい、色がわかりにくいけど、この、今ね、何事もなくやっちゃいましたけども、ポリグループ。これは、グループを新しく作ってくれるボタンです。ポリゴンの方の機能。で、ポリグループ適用のポリループ。そうすると、ポリループっていうのは、今、面を選択中に、このオレンジの線、方向がありますよね。この方向に沿ってループしてくれるんですよ。ポーンとこう、ぐるーんと回ってくれるんですよね。だから、このオレンジの線を上にやると、こう上にぐるーんと回ってくれるみたいな。はい、こんな感じで。で、こっち側も同じグループにしました。で、これを、また、複製して、今同じものが複製になりました。で、まつげの部分だけ残ってくれればいいので、こうして、で今、仮に非表示。これね、ちょっとごめんなさいにしつこく言うと、シフト、コントロールを押しながら、残しておきたいものをポンとクリックすると他が消えてくれる。ただしこれは本当に消えたわけじゃないので、本当に、野郎消えてくれと思うときは、トポロジー調整、トポロジー編集の表示削除という感じですね。で、これで本当に、消えてくれました。なので、これとこれってなった。これとこれね。で、こっちは、いわゆる、旧メッシュ。旧メッシュを使いましょう。これも、ポリゴンも何もね、すべてのポリゴンでも、ポリグループすべてでも一緒なんですけど、まあ、このままいっちゃいますね。これで厚みをつけます。これでまつげの厚みが完成。中和ですね。はい。こう、ポリゴンを駆使した Z ブラシの使い方ですよね。僕はね、ちなみになんですけど、Z モデラーでも、タブレットというかね、ペンでやっています。その方がね、選択するときにやりやすいかなと思うんですけど、これはもう皆さんのやりやすい方でやってください。さて、今やったやり方、非常に工程が多かったので、もう一回やってみますね。下まぶたを作るっていうことでもう一回やってみますね。で、ソロにして、マスクの解除。まあ、ソロも、ちっちゃいですね。透明で、で、マスクを描きますね。ドローサイズが小さすぎる。まあね、こういうまぶたの作り方もね、作り方もいろいろあるでしょうけどね。まあ一つとして参考にしてくださいね。さっきのぐるんと囲えるやつにして。あ、向こうが。あ、オッケー。あまりここでぐちゃぐちゃやんなくてもいいんですけどね。どうせローポリゴンにしちゃいます。で、この状態にしたら、ちょっと面の状態を分かりやすくするためにポリフレームをオンにします。復習ですよ。これ、さっきやった復習、ジオメトリから、エッジループ。エッジループ。で、マスク境界にエッジループ。ポンと。綺麗に。いきますね。で、今度は下まぶたなんで、上はいらないよということで、上は非表示。下だけ表示にして、で、トポロジー編集で、もうこの状態で永久に消えててもらう。いけない。それはいけない。それはいけない。なんでいけないでしょうか?はい、分かった人手を挙げて。眼球そのものがなくなっちゃいますね。眼球なくなっちゃう
だろって今思った人、思った人合格です。で、もう一回やり直し。わざとね、こうやって失敗して、皆さんが起こることを予測して、やってるわけではなく、普通に失敗したんですね。失敗したから、精神的に慌ててボタンがどこどこって今探してましたね。だからちゃんとエッジループを選択して、ね、動揺するんですね、人って。で、マスク境界にエッジループで、こんな感じにすると。で、今度こそも眼球は取っといてあるんで、そうそうそう、複製です。複製しろよって思った人いるかな。それはすごいちゃんと見てる人ですね。まあ、こんなに流れてたら普通気づかないのしょうがない。ごめんなさい。で、表示削除と。で、これで、まあ、要は、マスクをして、マスクし終わったら、マスク協会のエッジループやると、綺麗なグループ分けしてくれますよと。で、必要な部分だけ表示にして、あとは消しちゃいましょうっていうことですね。で、あとは、パネルループで好きな厚みを作ってくださいと。で、デフォルトの4だと、4とか5とかだと、あんまり、いらない、この、いらない数値なんで1にして、厚みをつけて、ポリッシュも上げとくと。厚みをつける理由は、まぶたを厚くするため。ポリッシュを上げる必要、理由は、そうでしょ？僕、そこまで考えて事業やってるんですよ。この間もね、ある専門学校で、あれなんですよ。プロジェクターをつけずに喋り続けたっていう。まあ、さすがにすぐ生徒が教えてくれたけど、プロジェクターをつけないと授業できないでしょってことを生徒に教えるために、あえてプロジェクターをつけずにね、授業やったのかもしれないですよね。そういう失敗多いんです。で、厚みをつけました。今この流れ、質問コーナーでも、ツイッターでもいいんで、もう一回あれやれって言ったら やりますからね。ここだけお前動画作れよって言ったら、忠実にやりますんで、言ってください。あそこだけ、ちょっとややこしいからもう一回やれって遠慮しないでくださいね。で、これ完成でいいんです。原則、何でもね、どんなワークフローでも、こうやんなさい。こうやんなさい。これ、こうやってこうやってこうやってなさい。で、これやんなさいってことはないんですよ。もう、いや、俺は別にムーブで頑張る。その方が味がついていいと思ったら、ローポリゴンにしなくていいんですよ。もう、ローポリゴンに絶対しなさいってことではないです。だから、ローポリゴンにするとやりやすそうだなって思ったら、やるっていうことですね。すいません、余計なことを挟みつつ喋ってますけど。Z リメッシャーで、また、目標ポリゴン数 0.1 にして、Z リメッシュ。Z リメッシュ。もうこの Z リメッシャーにしても全部 Z って言おうかな。Z リメッシュ。Z モデラー。はい。これでローポリゴンの。下まぶたは、ねえ、まつげいらないかな。はい。これで、ムーブで、整えるということですね。で、まつげを使いたかったら、ちょっとダダッとやっちゃいますね。Z モデラーで、まず、ポリ、おっと、ポリじゃない。いいや、面の方でやろう。内側にラインが足んないから足しとこうかな。ラインを足しといて、いや、こっちでいいか。まあ、このままでいいかな。これでいいかな。これで、で、複製。おっとっとっと危ない。今、削除をした、今。危ないですね。複製して、で、購入したいんですって。ねえ。一生懸命やってるから売れるかな。で、まあ、多分どっかの、なんとかチューブってとこで流れると思うんですよね。で、トポロジー編集で、文字削除。で、旧メッシュで、
ああ。旧メッシュ、でポリグループすべて。で、厚みをつける。いう感じですね。はい。なんか、ちょっと恐ろしい顔ね。まあいいや。これでね、まあディバイドなり、ダイナミックなりでもいいんですけどね。滑らかに、しときゃいいよ、みたいな。じゃあ、片側も、コピーで作っちゃいますね。これで、ミラーと結合じゃなくて、これサブディビ、そう。わざとやったんですよ。ほら、ミラーと結合、できない。なんでできないの？サブディビジョンレベルがあるからですね。じゃあ、せっせと消していきますね。でも、こう、失敗するといいじゃないですかって、こう、悔し紛れに言ってるけど。サブディビジョンレベルがあると、ミラーと結合されません。サブディビジョンレベルがあることによってできないことって結構多いですね。で、こんな感じで、顔ができてくるっていうわけですね。はい。じゃあ、ちょっとね、今、いいですか？この辺は、本当に遠慮しないでもう一回やればよ、どっかで言ってくださいね。まあ、さっきの、ね、ループ系、覚えましょう。さて、体いきます。で、体も、結局、今まで通りのやり方で、特に問題ないんです。挿入から、ちょっと、ね、実はね、ここを別に一からやる必要ないと思って作っときました。これ、いつもの、Z スフィアで体を作る。もちろんね、体って別にスフィアで作んなくてもいいんですよ。そうじゃない人もいっぱいいるし。でも、そうなると逆に言うと、こんなこと言われたんですね。じゃあ、上級者はスフィア使わない方がいいですかね？いや、そんなことないです。別に上級者でもスフィア使いますからね。なので好きな方を、その時にやりやすいと思った方を使えばいいだけなんですね。で、A ボタンを押して、ローポリゴンでやります。今、初期設定ではローポリゴンになってないで、その辺の設定をお伝えしますね。ダイナメッシュの解像度0。で、メッシュの密度1。こうすると、このローポリゴンの状態でプレビューされます。はい。で、なおかつ、ちょっとプレビューを外して、この、ラディアル。で、グローバルラジアルか。あ、こっちはラディアルか。まあいいや。で、これを、ガーッと増やしてプレビューすると、面が増えるんですよ。だから、メッシュ密度が2じゃ多すぎる、1じゃ少なすぎるって時に、ここでいじって中間を作ることもできます。ここで少し調整もできるんですね。なので、だから初期では7でしたっけ？僕いじっちゃったかな。初期はちょっと忘れちゃいましたけども。だから、このメッシュ密度2って言っても、これ結局、ディバイドみたいに中に面が入っちゃってるので、やっぱりね、確定した面で作業したければ、やっぱり1で、で、あって言ってる。で、失礼。1で、ラディアルの方で、自分が使いやすそうな、ポリゴン数を求めてやると。まあ、この場合はかなり低くていいと思います。こんな感じ。もうちょっとあってもいいかな。うん、10ぐらいにしました。ここに三角形ができちゃってたんで、10ぐらいで綺麗かなと思います。だから、この、スフィアからプレビュー、このスキン、アダプティブスキンするときにも、ある程度、無印だと、コントロールできるので、これ自分でね、ねじり入れるとどうなんだろう。近接入れるとどうなんだろう。近接ってちょっと FF14 ユーザーには馴染み深いキーワードなんで、思わずグッと見ちゃいましたけど。この辺の数字は自分でいじってみて求める。まあ、とりあえずラディアルはそんな感じです。ポリゴン数を多少コントロールできるよっていう状態なんで、
いじってみてくださいね。この数字が良いですってことは、ないんでね。というわけで、ちょっと一回消しちゃいますね。削除。スフィアだけのツールで、うん。これで、ポリメッシュ 3D をし、ポリメッシュ 3D されたものを読み込んできましょう。ポリメッシュ 3D って何って思った人がいたら、正直に言ってくださいね。説明しますからね。まぁ、ちょっと別途動画にするかもしれないけど、ポリメッシュ 3D とそうじゃないものの違いって何よみたいなことがあったら聞いてくださいね。で、これもローポリゴンなので、大まかな形状変更をすることができます。こっから顔とは少し違うかな？同じかな？やり方。ちょっと見ててくださいね。で、せっかくのローポリゴンなので、自分のお好みのプロポーションを作っていきます。まあ、若干のことは、これはコアでもできますね。だから例えば、Z スフィアからのスキン仕立てのものだと、その、まあ、尾底骨とか骨盤のあたりの形が怪しいので、その辺はまあ、このローポリゴンの時に、整えてやってもいいですよね。まあ、人間のこの骨盤ってこの、蝶々みたいな形でこうなってて、で、蝶々みたいな形がこうあって、ここにコンとこう、大腿骨っていうか、くっついてくるんで、その辺を意識しながら触ってやるといいですよね。骨とかに詳しいといいですよね。まあ、イラストレーターさんの中にはね、この骨の絵ばっか描かされてね、嫌でも骨に詳しくなった人もいますんでね。解剖の本を地獄の日々で仕上げたイラストレーターさんもいるんで、そういう人は、詳しいんですよね。だスッとこういう 3D に入っていけるみたいなことを言ってましたけどね。ある程度、まあ、ある程度で、ね、ただ、この時に、せっかく大きいプロポーションを変えるチャンスなので、時間かけてもいい部分かもしれないですね。はい。はい、じゃあこれでいいとしましょう。これ、実はね、一回ハイポリにして、もう一回ローポリにするみたいなことを今からやりますね。で、これで、ディバイドをかけて、滑らかにしちゃいます。でも、なんだったら、どうしようかな。まあいいや、このままでいこう。うん。ダイナミッシュにしちゃいますね。久しぶりにここで聞くダイナミッシュ。はい、ないか。一回、まあ、オンにするタイミングをノーにすればいい。で、この状態にして、で、持ってきます。まあ、スカルプトするときは、このメタキャップ系のマテリアルがいいとされてますね。これで、肉の盛りを、まあ、これはもう、コアでバリバリやってる人なら慣れてる人も多い作業になってきますね。これで、まあ、ほんとこれは、ああ、いつも自分でやってるからもう動画いいやって消さないでね。まあ、こうやって、どんどん持っていくとするじゃないですか、こう、ぐい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 。途中からちゃんとそうじゃないやり方もやるんで。で、まあ、せっかくだから、スカルプトリッチモードオンにしてもいいですよね、なんだったら。で、例えば、靴はもう別パーツにするんで、消しちゃったりします、僕の場合は。で、なんであかんだってやって、できた体も、ボディも用意してあります。これちょっと適当ですけどね。さっき慌てて作ったこの状態なんですけど。まあ、これができたとしましょう。でこれと入れ替えちゃいますね。で、さっき、スフィアからローポリ、ローポリで大まかな変形、大まかな変形からブラシ作業したものを、できたものを入れ替えちゃいます。なんか、可愛くないなぁ。まあいいや。はい。気にせず行きますね。で、ちょっとソロにしますね。
まあ、こういう状態、まあ、高密度のものだと思ってください。で、やっぱり、ローポリゴンの状態が欲しいんですね。で、今日はローポリゴンから服を着せるっていうやり方をお見せしていきます。前だったらね、コアだったら、こう、書いて、それを抜き出してねと。今だったら抽出。で、それじゃなくて、Z モデラーを駆使しちゃいましょう。で、ジオメトリから、Z リメッシャー、Z リメッシャーで、ローポリゴン化します。綺麗ですね。ガイド線なしで行けますね。もうガイド線なしで行っちゃいましょう。結構ね、もちろんね、いや、こうじゃ嫌だって人もいてね、この辺の流れをちゃんとしたいって人もいるかもしれませんけども、Z ブラシのこの Z レメッシャーは結構綺麗に貼ってくれますよね。僕はそう思うんですけど、まあ、もちろんソフトごとにいろんな特性があって、いや、こっちがどうのってあると思うんですけども、いやいや、Z ブラシもかなり優秀だと僕は思ってます。綺麗に貼ってくれますね。で、また、ブラシで、自分のブラシ作業が完璧だっていうことであればいいんですけども、ブラシ作業のみだとちょっと形が気に食わない部分も、このローポリゴンの状態で大きな形状変更ができますよね。ここで、さらに、プロポーションを詰めていく、なんてことをやるわけですね。で、やっぱり、コアではできないことをやると、はいはいはい。で、やると、この、肘のあたりにね、線を追加したりってことをやるわけですね。こんな感じで、必要な分に追加していくと。で、結構ね、僕は心配性なんで、あ、いいなと思ったら、ツールで複製して取っとくみたいな癖がついてますね。なので、あ、よくできたなと思ったら、皆さんももしよろしければ、あんまりガンガン増やしていくと、重くなっちゃうんで、あれなんですけども、まあ、取っとくってことをやってもいいですね。はい。こんな状態にして、で、服を着せていくわけですね。でも、なんかこう、薄々察しはついたかもしれないんですけども、今回のね、このキャラみたいな服を着せるには、その服っぽいグループを作ってみます。こんな風に作ったんですね、今回は。これがね、必ずしも正解で間違いないってことじゃないんですけども、この方法もあると。で、いや、そんなこと、これでやったら自由な位置とかができないじゃんとか、そういう問題もあるんですけども、後で抜き出した後に、線をね、アレンジするなんてこともできるので、あながちこれが不自由すぎるってことでもないんですよ。だから、この線の位置に全部限られちゃうんでしょって思うかも、見えるかもしれませんが、後で編集し直すってこともできますので、これはこれで便利なんですよ。ちょっと手抜きしってやつ。まあいいや。ちゃんとやろう。こういうことやるのに、まあこれもね、一気にグループ作る。って方法あるんですけども、今ペンでやっちゃってますけどね、タブレットでやると、Z モデラーってね、マウスでもできちゃうんですけども、ペンの方がこういう時便利かなと僕は思ってます。まあ、使いやすいデバイスでやっていいと思いますけどね、もちろん。こういう、とことん Z モデラーで服なんかもね、こう、抜き出していくみたいなやり方も一回やってみると、特性が分かっていいですよ。特性と言いますか、この Z モデラー自体の特性とか、面の挙動とかが分かるかなと思います。はい。うん、これで、やはり複製して、わかりやすく今、ソロになってますけどね。でこうして、で、削除と。もういっぱい引き出すんで、やっぱりね、UI はカスタマイズした方がいいですよ。カスタマイズの仕方、シンメトリーオンです。シンメトリーオンじゃないと、結構ね、
左右非対称に面貼られちゃったりするんで、左右 対称で作業するようなものに関しては、シンメトリーオンで Z リメッシャーしてください。だから、シンメトリーオフで Z リメッシャーするってことは、Z リメッシャーオンにするってことは、相当その強い意志があるとき、あるときか、もしくは不要なときですね。その、左右非対称で構わない造形のとき、岩とかね、もう、なんとそういうものですよね。OK ですかね、質問は。表示削除。で、なってたね。で、これで、旧メッシュ。厚みをつけます。まあ、このキャラは、こんな風に作ってます。はい。で、それで、ここの衣装部分も、まぶたを作った時と同じ理屈なんですよね。同じ理屈ってどういうことかというと、まぁ、ちょっと手軽にやっちゃうと、これもまた一回ソロモードにして、で、複製をし、この厚みがつくと、うまい具合にね、元のこの内側の面と厚みの部分の面と、その外側の面とでグループが綺麗に分かれてくれるんですね。それを利用するんですね。この厚みのグループを利用しちゃいます。でまた削除。はい。で、旧メッシュで厚みをつけると。こんな感じですよね。はい、こんな風に作ってる。なんかこう見れば見るほど可愛くなくて嫌だな、まあ、しょうがない。で、まあ、ちなみに耳なんていうのは、作り置きです。ちょっと耳つけちゃう。一回向こうに飛ばしてからがいいかな。一回向こうに飛ばしてから、ミラーこんな感じですね。はい、で、さて、このまま、せっかくだからじゃあ、今回、このウサギマンスーツの肩の部分のあたりの造形も、もう皆さん、ああやってんだろうなって、だいたい察しがついてきたと思うんですけども、そうです、そうやってるんです。こうやって、で、ここでね、ちょっとだけ違う機能を使うかな。だからこれはね、ポリゴンが、ローポリゴンだから旧メッシュなんですけども、まあ、さっきやった、エッジループにある、パネルループでも、まあ、似たような効果になりますよね。見栄えになりますよね。なので、両方、旧メッシュの出方と、パネルループでやった出方と、まあ、見比べながらやっても面白いかなと思います。この面を利用してゴツゴツ形作っていくっていうのはなかなか面白いですよ。この、また自由自在に線を増やして、またそこに、グループ。このグループ分けが、オルトで、こう、簡易にできるっていうのはすごい嬉しいですね。なのでね、何を言ってるかというと、いちいちグループ作るときに、ポリグループ適用っていう機能に行かなくても、オルトでその、簡易な作業ができるっていうのは、すごいよく練られてるなと思いますね。どうでしょって言いたくなるような。で、また複製して、で、不要な部分は削除。はい。で、これで、本当に消えてもらいます。じゃあ、せっかくなんで、さっきからね、ずっと、これでやってますが、エッジループの、これだと、やっぱこう、ループされちゃうっていうか、
やっぱり結果が変わってきますね。やっぱり、どうですか、皆さん。ポリッシュゼロにして、ベベルとか入ってるのもある。あ、ベベルは説明しなかったけど、まあいいや。ループゼロ。うん、そうですね。ポリッシュゼロにする。ポリッシュを上げると、これ丸くするっていう、まあね、これ、あんまりそういう言い方すると怒られちゃうかもしれないけど、まあ、滑らかにするっていう機能なんで、これを、があるからさっきうまくいかなかったんですね。もう一回失敗した例、パネルループ、こうなっちゃうと。え、これいいじゃんってならこれ使ってもいいんですけどね。ポリッシュをゼロにして、パネルループ。で、こっちは、自動的にこのループの段階数を変えられるから、それはいいかもしれないですね。2とかにし、3にしようかな。素直に言うと。3にして、ちょっとわかりやすく厚めにして、パネルループ。そうすると、こうミルフィーユ状態になるから、また、ここはここで利用できるかもしれないですよね。もうしつこくこう、造形を細かくしていくのに、面白いかもしれないですね。ちょっとやってみましょうか。試しにどんな効果があるか。あんまりないのか、あんまりあるのか。これを複製して、で、じゃあこの、外側のミルフィーユの外側は、あ、これ一緒になっちゃうからいいや。複製した方の、赤だけ残して、で、キューメッシュの厚みよりもなんかこう、なんかスッとできるからいいかもしれないですね。なので、そもそも Z モデラー使ってる流れでやる分には、キューメッシュの方が、あれだけども、この、場合によってはね、いちいち開いてでも、パネルループ使った方がいい場合もありそうですね。こんなこともできますね。これ、ループ数を変えられるから。で、じゃあ、ここは素直に、キューメッシュで、やってみようかな。これで、今、ポリゴン適用です。内側、外側に向けて、こうして、で、どんな見栄えになってるかっていうと、まあ、こんな見栄えになってると。まあ、面白いかもしれないですね。丸みをつけるとどんな見栄えになるか見てみましょう。あ、そっか。こんな感じでこう仕上げていくっていうことですね。はい。なのでこのローポリゴン、いずれにしてもそもそものこの体のローポリゴンを、駆使してこう抜き出していくっていう感じですね。であとは、もうこの辺の、じゃあちょっとやってみますね。この辺のこう直角なのが気に食わないとかっていう場合はどうするかというと、ちょっとやってみましょう。うまくいくかな。これで、トポロジー調整で、表示削除と。こう、つなげられるんですね。今何やったかっていうと、ラインの機能です。色が、色つけておくかな。ラインの機能。だから、白くハイライトしたら、スペースバーを押して、ラインの機能群を引き出してきて、このブリッジ。ブリッジっていうのはもういろんな 3D ソフトに、ある共通の機能で、まあ、つなげるみたいな、こうブリッジするって感じですね。その、歯でブリッジってありますね。ああいう感じでこう、つなげるって感じですね。まあ、橋なんですけどね。橋渡すみたいな感じで。1個目のラインをクリックして、次の線をクリックすると、こう、つながる。これで、なんかもう直角っぽいの嫌だなって時は、操作ができるんですね、こんな風に。だから、結構いろいろ、
工夫できると思います。これで、例えば、厚みつけると、ちゃんと、こんな V の字になってますよね。でバタバタやっちゃったんで、こう可愛くないものがどんどんできてきちゃいましたけども、まあ、その機能っていう意味では、だいたい一通り今終わってますね。はい。あとは伝え忘れてることはないかな。で今ここまでで、なんかもう一回そこ見せてみたいな部分ありますかね、皆さんの中で。皆さんの中でというか、さっきこうバタバタってやった、そこもう一回見たいんだけどみたいなのがもしあれば。で、そして、最後に、前回はやって、それは次回に撮っときますって言ったものがあるんですよ。でそれはこれでやんない方がいいかな。これでやるとわかりにくいかもな。投影っていう機能があるんですね。ああ、この辺で、この辺でやろうかな。こんな複雑なスカルプトを皆さんやったとしましょう。で、今から何を説明するかというと、今回は、ローポリゴンを駆使してグニグニ造形してたと。これ時間もうちょっとだけ大丈夫ですか？ダメだったらパサッと切っちゃってくださいね。これ、ローポリゴンを駆使して形状を整えていったと。で、今から説明するのは逆で、そもそもグイグイと、スカルプとして複雑にしちゃったものを、ローポリゴン化できるかどうかっていうことをやってみましょう。これ、まず、複製します。これなんか別で動画作りたいぐらいですけど、ね、とりあえず、さっとこんなことできますよって紹介がてら説明する。これも、コアにはない機能で、無印ユーザーが結構、大事にしてる機能をやりますね。目玉を潰しとこう。これで、まず、ジオメトリから、Z リメッシャーで、ポリゴン数を下げます。で、今回極端に下げずに、例えば1とかね、さっきはね、もうめちゃめちゃローポリゴン作りたかったから 0.1 とかにしたんですけども、1でやってみますね。これで Z リメッシャーをオンにする。複製にした方を、今 Z リメッシャーかけてます。あれじゃ、ちょっとだけで。ちょっとだけ。すぐ済むようにします。ああ。じゃあ、よろしければね、みんなもその1時間後の Z ブラシライブを見ていただくと、ぶっ続けで6時間ぐらい見るみたいなね。でもいいかもしれないですね。ちょっと複雑なんで時間かかってますね。もう、がっつり掘り込んじゃったもの。でも掘り込んだ場合、もうダイナメッシュでね、ディバイド、サブディビジョンレベルとか、そういうんじゃなくて、もうダイナメッシュでグイグイ掘り込んだものを、やっぱりこのサブディビジョンレベルを持った、ローポリゴンの状態を持った、作業をしたいって場合、それが可能かどうかっていうのをやっていきますね。もっと行っちゃってもいいかな。すいませんね、これね。急ぎますね。Z リメッシャーで、なんか、あ、めっちゃ知りたい。じゃあちょっとやってみましょうか。なんか質問ないですかね、この間に。キューメッシュの厚み作り。だから、キューメッシュばっか、だから、ね、キューメッシュだけでもね、コアにつけば、そうなると僕がソフトを売る側だったら、キューメッシュが便利すぎるから、キューメッシュつけちゃうと、アップグレードしてくんないんじゃないかって僕が不安になっちゃうから、僕が売り手だったらつけないかな、みたいなね。ちょっと矛盾した気持ちになっちゃいますけどね。自分が商売してたら、
怖いですね。救命士つけちゃうっていうのはね。うん。うまくいくかな。ちょっとやってみましょうね。あ、今、元々の形状はね、あんまよろしくないんで、こう、ぐちゃっとなっちゃいましたけど、まあ一応ローポリゴンになったとしましょう。まあね、ローポリゴンで間違いなくなってるんでね。で、ここで、両方とも表示しますね。この複雑な方と、このローポリゴン、旧メッシュをかけた方。両方表示しといて、で、ここに、で、あ、その前にこう、両方表示して、こう、わかりますね。二つ並んでるのがわかりますよね。じゃ、ちょっとまたソロにして、あ、ソロになってたんだね。ソロにして、で、ジオメトリで、ディバイドを押しときます。で、この時に、ディバイドを押すと当然ポリゴン数上がるじゃないですか。今、ディバイドを押す前に戻しました。あ、よく使う機能ボタン化したりっていうのは、できるものとできないものがあると思うんですよ。まあ、UI でカスタマイズできる、部分においてはできると思うんですけども、例えば、連続して、だから2つ3つボタンを押す作業を1つにするっていうのはできないですよね。これはちょっと公式の回答を待ちます。僕は知らないだけかもしれないんで、断言しないでおきますけども、どうなんだろうね。それあると便利ですけどね。まあ、あとは複数のボタンというよりか、こういうことですよね。要はね、ここをいちいち押さなくても、旧メッシュすべてのポリゴンっていうボタン、旧メッシュ、ポリループっていうボタンができるかどうかって質問ですよね。それ僕の知る限りはちょっとわかんないけど、できないかなと思ってるんですけど、もしできたら、早速僕も使いますけども、それはちょっと待ちますよ。で、こっちに戻りますよ。要は今、ちょっと、すいません。それちゃったのでもう一回言うと、この、ハイポリ、ダイナマッシュでグイグイやったものと、旧メッシュじゃない、Z リメッシュかけたもの、ローポリゴン化したものとかあります。で、今こっちが、ポリゴン数が4251。で、こっちが、118万5900。すごい数の差ですよね。で、もともと掘り込んだ数になるぐらい、ディバイドをした方が良いですね。まあ、要は面の数が揃った方が、投影できるんでね。投影って何言ってんのってのは今わかりますから。例えば、ディバイドを4回押してサブディビジョンレベル5になると、今ポリゴン数が100万までいった。こっちが118万。大体に、もう一回押しとこうかな。でも、これ最後の最後に落ちると嫌なんだけど、いや、もう一回押しちゃおう。うわ、今一瞬ビクッとなったからびっくりしたけど。で、これで両方表示にします。ディバイドによって、これ400万になったな。やめとこう。まあ大丈夫だろうけど、ちょっと警戒して、下げとこう。5の時代に戻そう。だから118万と100万ぐらい。まあ100万100万で揃ったとしましょうか。ただし、こっちは、サブディビジョンレベルを持たない、ものです。もう、これが固定ですよね。もう、これでぐいぐいガシガシ、スカロットしたものだから。こっちはサブディビジョンレベルがある物体で、このレベルを行きつ戻りすると、細かいものに戻るって状態ですよね。で、この状態にして投影しています。これね、レベルごとに個ずつ投影した方がいいらしいんですけども、ちょっと今手抜きしちゃいますね。投影で、すべてを投影ってやると、いくかな。逆だったかな？大丈夫かな？はい。ちょっと元々が複雑すぎてうまくいってないんです。でも、こっちだったかな？ちょっともう一回やり直してみますね。ああ、そうか。こっちに投影されてるのかもしれない。失礼。こっちが選択か。こちらを選択、あれかな？こちらを参考っていうのはボタンの話ですかね。特定の Z モデルのボタンはデフォルトの新規場所。ああ、いいじゃないですか。素晴らしい。それはいいですね。今、投影されました。これ、もともとがちょっとぐちゃぐちゃしたオブジェクトなんで、綺麗にいかなかったんですけども、ちょっと本当にポリゴン数を合わせてみようかな。やっぱ形が悪かった。まあ、要は、
ポリゴン、レッドリミッシャーをかけて、で、複雑なものと上下関係にして投影するって機能なんですけども、なんか、もうちょっと、ごめんなさいね、素直な立体やってみましょうか。あんな、うまくいかないわけないんですよ。結構ちゃんとした機能なんで。じゃあ、これでいこうか。これで、顔だけで。これが9万5千か。9万5千で、複製しておくと。で、これで、ジオメトリから、Z リメッシャーで、例えば1とかにするかな。うん。こんな感じにローポリゴンになりました。もっと下げてみましょうか。なんかスカルプトリスモードを使った形跡がありますね。まあ、要はこう、ハイポリゴンになっちゃってるものをローポリゴンにできないのっていう話なんですけどね。はい。こんな感じになりました。まあ、綺麗なラインが。整ってますよね。さすが Z ブラシの Z リメッシャー。おだててるわけじゃないんですけどね。で、これで、ディバイドをして、で、はい。はい。はい、同じになりましたね。じゃあもう一回ちょっと振り返りますよ。もう一回やりますからね。よく聞いててください。まず、まあ、最新のスカルプトリスモードとか、普通のダイナミッシュでゴリゴリ、ハイポリゴンでオブジェクトを作ると。これはもう、ハイメッシュ、ハイポリゴンモードですよね。で、これをまず複製してサブツール内に2つに増やします。今を、もう複製した直後で同じものが2つある状態。で、下の方を今選択して、上は1回消えててもらいますね。で、これをジオメトリから、例えば目標ポリゴン数は 0.4 にしました。これで Z リメッシャーをかけて、ローポリゴン化します。ああ、UA の持ち込み方。はい。で、これで、今、ローポリゴンになりましたね。まあ、こんだけローポリゴン化されれば結構十分かなと思うんですね。あんまりチャレンジしないで。で、これで、今、もともとが9万5千。で、これが1000。相当下がりましたよね。9万と1000っていうかなりの、ローポリゴン化になりました。で、これで、ディバイドで、ポリゴン数を一回合わせます。今、1万8千で、95万じゃないかな。9万5千だよ。これで、1万8千だからもっとか。もう一回押すか。レベル5。これが、もう一気に増えて30万になっちゃった。まあ、これでいいか。これで、今、下のやつは、ローポリゴン化したものを、サブディビジョンレベルを持たせたものなので、ローポリゴンに戻れます。ハイポリゴンにも戻ります。行きつ戻れつできる状態。ローポリゴンの状態もハイポリゴンの状態を持ってるオブジェクト。マルチレゾリューションって言うんですかね。はい。で、でまず両方移します。で、下を選択している状態で、すべてを投影をオンにすると、考え込んだ挙句、まあ、ぴったり、綺麗に、この、ガシガシ。で、このガシガシした状態を、このサブ、いろんなポリゴン数が持つ方に投影してくれるんですね。ジオメトリを見ると、ちゃんとサブディビジョンレベルが思ってる状態なので、これを下げてやれば、
さっきのローポリゴンの状態をちゃんと保ち、で保ちつつ、ちゃんとブラシでガシガシした状態も持ってくれるっていうオブジェクトになってくるんですね。なので、ローポリゴンにして、で、ムーブで、広角とか上げたり、目つきを変えたりして、で、ハイポリゴンに戻す。みたいなことが、綺麗にできることになるんですね。だから、もう心配せず、もう心配せずに、球体からガシガシブラシ作業しても、まあ、マシンが許す限り超ハイポリゴンのものを作った後、ローポリゴン化するってことが、まあ、できるってわけですよね。OK でしょうか？ちょっとややこしかったですかね。まあ、整理すると、ザザッと整理すると、本当はね、そのレベルごとに投影していった方がいいんでしょうけど、そういう解説も多いんでね。複製して、で、結構僕繰り返しの解説しちゃうんですけどね。これで例えば、この 0.2 とかしよう。Z リメッシュして、まあ、要は、もうローポリゴンにするってのはわかりますよね。さっきからずっとやってたんで。Z リメッシャーでローポリゴンにして、で、ディバイドで、高いサブディビジョンレベルを作っておくと。18万。で、これで両方ちゃんと表示させて、下が表示されている状態で、すべてを投影するってやるんですけども、なんだったらあれですよね、投影も、レベルごとにやった方がいいそうです。レベル1。すべてを投影。ちゃんとその形に合わせて、まあ、投影していくみたいな必要もあるんですけども、まあ、今みたいに、一気にね、この、高いサブディビジョンレベルで投影しちゃうってこともできると。そうですね。僕もそれわかんないだろうなと思いました。そこは、がっつり別の解説が必要になると思うんですよ。それはちょっと読んでて厳しいかなと思ったんですね。なのでちょっと別の機会に、そればっかやってる人に解説してもらった方がいいかもしれないですね。いいです。わかんないことはわかんないって言った方がいいですね。はい。ちょっとそれはまた別途やりましょうかね。こんにちは。さて、まあ最後にもうゴリゴリやったものをローポリゴンで扱うにはってことをやりました。今回はね、これで以上です。主に、Z モデラーとか、まあ新しい、僕の解説として新しいトピックとしては、エッジループですね。これも面白いですよ。そろそろ退場しないと怒られちゃう、追い出されちゃうから、あれなんですけども。本当このマシン機能とかもね、ついでにやっていきたいんですけどね。まあ、それはやらないから安心してください。こうやって、で、このグループを作って、で、こんなことができるんですよね。このパネループによってね。こことのコンボ技ですよね。あと、じゃあ、ありがとうございます。じゃ最後に、じゃ本当に最後に、新機能を10秒だけ解説すると、この新しい、このギズモね、コアと違うギズモですね。この鍵マークをクリックして、プリミティブ投影すると、こう、球体がこんな風に、こう、融合して出てくるみたいな機能もあるんで、ちょっとね、遊んでみてくださいね。この辺も面白いですよ。ちゃんと、シメトリーで扱えたりしますんで、これも非常に、面白い機能なので、チャレンジしてみてください。はい。今回は以上です。プリミティブ投影、今この機能に関しては僕が、個人でやってる解説の方で、やろうかな、なんてことを思ってるんで、ぜひ、福井 YouTube も注目し、まあ、Twitter と合わせて注目していただければ、これも知りたいですか？これじゃあこれも
どっかでやります。このプリミティブ投影に関してもどっかでやります。近いうちに。いや、今日は長い、長丁場、ありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっとね、バタバタっと分かりにくい面もあったかもしれないんですけども、さっきも言った通り、もし気になる部分があったら、ツイッターなんかで呼びかけていただければと思います。配信のログは見れるはずです。で、YouTube で見る前にも、この Twitch の、Pixelogic さん公式の Twitch のアーカイブの中で、見れたりしますので、これはずっと置いてあるのかな？タブで Pixelogic っていう名前の後にビデオってありますよね。この中にいろんな方のものが格納されているので、そこでこの後見ることもできると思いますし、YouTube の方が見やすければ YouTube で、見てください。はい、この公式のサポートの方もありがとうございました。毎回本当に土曜日のありがとうございます。お疲れ様でした。これで配信を終わります。あ、わかりやすいっていただけると嬉しいですね。もうね、結構ね、不安で喋ってるんですよね。大丈夫かな、この解説って思いながら、冷や汗かきながらやってますので、声かけていただけてありがとうございます。では、お疲れ様でした。これで終わります。ではまたツイッターでもお願いします。では、配信終了ボタンを押します。